漫画でわかる化学物質取扱いの安全衛生。今日は化学物質を取り扱う作業の安全衛生について学んでいこう。化学物質って身の回りのいろいろなところに使われていて便利よね。そうだね。化学工場ではどんな化学物質が使われているのかな。工場以外でも化学製品として使うことがあるよ。そんな職場でも労災は起きているんだ。じゃあ化学物質に起因する労災の主な原因を見てみよう。有害物や引火性のものが多いんだね。そうなんだ。まず有害物に起因する事故は大きく急性中毒と慢性中毒に分けられる。急性中毒は吸い込んで気分が悪くなる、意識が遠くなるや目や皮膚に触れて薬症を起こすなどの症状が起きることだ。化学物質を長い時間取り扱って慢性中毒になるとすぐに影響が出なくても将来的に肝臓などに悪影響を与えたり癌になったりすることもあるんだ。どうしたら防ぐことができるのでしょうか。安全を確保するためには作業現場のルールを守ることが大切だ。例えばどんなルールがありますか。保護具を着用することはもちろん、まず SDS をよく確認して取り扱う時のルールをしっかり守ることが大事だよ。 SDS って文字ばかりで読むのが面倒だな。要は保護具をつけておけばいいんでしょ。自分だけじゃなく周囲の人が事故に遭わないためにもルールを守る必要があるんだぞ。はい。次に爆発や火災、化学物質によっては燃えたり爆発したりすることがあるんだ。爆発や火災で作業者が火傷をしたり、建物や工場の火災などの大きな被害につながることもあるから注意が必要だよ。大怪我や火災で働けなくなると家族も心配するし収入面でも困るわ。だからこそ普段からの備えが大切。まず SDS を見て化学物質にどのような性質があるか、緊急時にどうしたらよいかを事前に把握しておこう。あとは消火方法をしっかり確認しておくことも重要だよ。爆発や火災ってどんな時に起こるんですか。例えば溶剤への引火、火花やタバコの火など目に見える着火源はもちろん、目に見えない静電気が原因で溶剤に引火してそのまま爆発、炎症につながるケースも多い。なるほど。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1。よし、そろそろ溶剤の準備をしておこう。倉庫から持ってきてくれ。はい。あったあった、よいしょっと。まったく、溶剤がこぼれた時周りに火元があったら引火する恐れもあるんだぞ。ほら、ラベルのここに危険性や取り扱い方法について書いてあるだろう。あと運ぶ時には蓋がしっかり閉まっているか確認しような。はい、気をつけます。昼休みだ、休憩入れ。はい。ふう、午後も頑張るぞ。まずは送風機をつけてと。あっ、気化した溶剤にスイッチの火花が引火した。
大変だ。水。あ、危ない、下がって。危なかったな。ありがとうございます。いいか、運び終わって一時保管する際は日陰など低温で容器が転倒漏洩することがない場所に置くこと。蓋を閉めないと引火することもあるから、これからは指示通り蓋を閉めるように。溶剤を使うときは電気器具は十分な距離をとって使おう。スマートフォンなども電気火花が出る可能性があるから所持厳禁。万が一火が出てしまった場合には泡消火器など適切な道具で火を消す。水をかけるとかえって火災が悪化する物質もあるぞ。そして匂いが強い化学物質が漏れていたりしたら、すぐに責任者に報告をしような。はい。ケース2。今日も寒いな。そうっすね。よし、じゃあ塗装用の溶剤を準備しようか。はい。俺はあっちで作業してるから、君は外でこの一斗缶からペール缶への移し替えをやってくれ。了解しました。よし、やるか。本当はこういう作業は外でやるんだけど、ここは広いし風通しもいいから大丈夫か。おお、コンゴ。拭くものはあれで拭いちゃおう。これでよし。終わったか。はい。じゃあ休憩取っていいぞ。ありがとうございます。あ、ゴミ捨てないと。外寒そうだし、ちょっとだけ温まってから行こう。はあ、あったかいな。うわ！大丈夫か？はい。経緯は分かった。まず溶剤を拭き取ったウエスは絶対に一般ゴミと一緒にしてはいけない。密閉できる耐火性の容器に入れて保管するのがルールだろう。ましてや可燃物をストーブのような着火源の近くに置くのは絶対ダメだ。はい。そもそも溶剤を扱うときは換気の良い場所で作業を行わなくちゃいけない。それに溶剤を容器に移すときはゆっくりこぼさないように作業しろよ。ロートを使うのもいい。すみません。あとは作業場所の 4S に努め、必要のないものは片付ける。地震や強風で周囲のものが容器にぶつかる可能性もあるからな。怪我をしないために一緒に気をつけていこうな。はい。ケース3。お疲れって、どうしたの、ムスッとして。お疲れ様。最近調子悪くてさ。そういえば他のやつも言ってたぞ、最近君がイライラしてるって。遊びすぎじゃないか。遊んでなんかねえよ。最近食欲もないし疲れやすいし、注意力も集中力も落ちちゃって。はぁ、ほらこの部屋暑いからじゃないか。しかも部屋全体にうっすらと有機溶剤の匂いがするし。冷房はちゃんと当たってるよ。原因はわからないんだけど、仕事でもミスが多いし、それでまたイライラして最悪だよ。
そっか、それは辛いな。そうだ、もしかしたら有機溶剤が原因じゃないか。前にも君と同じ部署に似たような症状の人がいたし。産業医がいるからすぐ相談してみたらどうだ。ああ、そうするよ。ありがとう。翌日。今日はどうしましたか？ここ最近、イライラ、やる気が出ない、不安感といった症状があって、同僚からは有機溶剤を使ってるせいじゃないかと言われたのですが、何か関係があるのでしょうか？そうですか。まずは念のため精密検査をしましょう。お願いします。精密検査の結果が出ましたよ。どうやら自律神経失調症の疑いがありますね。有機溶剤中毒の疑いもあるので、作業内容と作業環境を確認させてください。後日。絶対に何かあるはずだと徹底して調査した結果、原因が分かりました。空調の能力不足を補うために配管から冷気が直接当たるようにしたことで、ドラフトの吸引と反対向きの気流を生じさせ、ドラフトから引き出された有機溶剤をずっと吸っていたようです。今回は有機溶剤を使っていると申告してくれたおかげで原因に気づくことができましたが、あのまま有機溶剤を吸い続けることになっていたら重篤な病気になっていたでしょう。そうだったんですか？体の調子がいつもと違う、何かがおかしいと感じたら、使用している化学物質による影響かもしれません。すぐに責任者に相談しましょう。ケース4。よし、じゃあ次はこれを外しておいてね。はい。あ、防毒マスクは必要ないですか？大丈夫大丈夫、漏れ出すようなことはないよ。へえ。それじゃあよろしく。何かあったら声かけて。はい。外すのはこのナットだな。よいしょっと。よし、外れた。これで OK だな。次はあれ。おい、どうかした？大丈夫か？しっかりしろ、すぐ助けよう。ん？おい、どうした？よし、事情は分かった。とにかく大事がなくて何よりだよ。だがな、いいか、まず何か異常が起きたら警報を鳴らすことになっていただろう。被災者救出が最優先は我が身を投げ出して救出するという意味ではない。しかるべき装具をつけた者が救出する。つけていなければ第一に逃げて警報を鳴らす。また大声で周囲の人に状況を伝えよう。たまたま通りかかったからよかったものの、場合によっては命が危なかったんだぞ。あとはいくら後輩を助けるためでも自分も事故に巻き込まれては意味がない。救出しなければという感情に任せて行動してはいかんな。緊急時に冷静な対応を取ることは簡単ではない。だからこそ日頃から緊急時に備えることが重要なんだ。緊急時の避難経路、災害発見時の初動、被災者救出時の注意点、救出後の対応方法などを確認しておこう。過去の経験や勘に頼らずに、会社独自の緊急時対応マニュアルや SDS 第4項応急措置、第5項火災時の措置、第6項漏出時の措置をもう一度読み、緊急時の行動対処法を具体的にイメージし、皆で共有しておこう。はい。あちゃ。聞
険は意外と身近にあるってことがよくわかっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。化学物質取扱いで気をつけたいポイント。1、引火性・可燃性の物質は適切に管理、運搬・保管する際は必ず蓋をしましょう。使用後は適切に処理しましょう。思わぬ事故につながることもあります。2、心配なこと、普段と違うことがあったらすぐに相談。化学物質に暴露すると健康を害する恐れがあります。体調不良を感じたらすぐに責任者に相談しましょう。3、衝動的な行動はしない。むやみな救助は自分も事故に巻き込まれる危険があります。緊急時に備えルールを確認しておきましょう。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、ルールを守って毎日頑張るぞ。化学物質取扱い、こんなことにも注意しよう。安全・健康のためのヒント。1、可燃物の近くは火気厳禁。火花による引火にも注意しましょう。2、作業手順を守ろう。手順を誤ると重大な事故につながることもあります。3、保護具はルール通りに着用しよう。保護具が必要な作業では事故を防ぐため保護具を確実に着用しましょう。4、有害物が付着したらすぐに洗い流そう。こまめに手を洗う。作業台を拭くなどの習慣をつけることも忘れずに。イラストで学ぶ職場の作業の中に潜む危険を知ろう。どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、局所排気装置を用いて作業を行う。2、火を使う際には引火の危険がないか確認する。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。